車椅子ウォーカーをご覧いただきどうもありがとうございます。ありがとうございます。今年の夏は8月上旬から1週間ぐらい台湾にいます。でその後10日間ぐらい日本に行って、でアメリカに行くことになっています。年末に行ってきたんですが、台湾の方とか見ていただいてるみたいで、すごいねアクセス数が上がって嬉しかったです。台北高尾ピントン招待されて車椅子ウォーカーの撮影をすることになってます。日本より台湾の方が公共交通がバリアフリーだというのがすごくびっくりして、桃園空港から台北まで地下鉄が開通しているからな、ねうんうん、それがまだ乗ったことないです、ね、そう乗ってみたい乗ってみたい。アメリカではニューヨークとあとロサンゼルス、私は A 型ミオパチーという病気なんですけど、そのカンファレンスがあったり、ニューヨーク初めてですし、ロサンゼルスは何回か行ったことあるんですけど、ハンバーガー食べて終わっちゃったみたいな感じだから、バリアフリー状況を見て回りたいな。海外行くときはこのフライト時間の長いっていうのがね、欧米は一番大変だよね。どこの時だっけ、2席だけど横になってたよね。あー、フランスに行った時にエールフランスでお尻が痛くなっちゃうから、腰とかなんかクッション持ってったり、低反発のマット持ってったり、試行錯誤しながら、それもしないと体が全然僕は寝れないけどね。頑張って機内ではなるべくトイレは我慢して1回ぐらい行って、こう着いたらまたすぐトイレ行って、13時間でしょ、13時間だから2回ぐらいは行きたいかもね、我慢して行かない時もあるし、どうしても遠い時は機内用のアレチェア借りて、近い時はね抱えて行っちゃうけど、国際線は特に何個かトイレがある中の一つが少し広めになっている、だから解除するにはちょっと広くないと、普通のトイレだと2人入るのがちょっと難しい、広めのトイレの近くに席を取ったりとか、そういったことも予約の時に電話したりとかしないといけないよね。毎回同じこと聞かれるから、その車椅子の縦横高さのサイズとか重さとかバッテリーの種類とか、折りたためますかとか、規則まで行きたいんですけどとかでお願い、予約はすごい時間かかる、毎回電話して言わないといけない、でもそうでもしないと向こうにも受け入れ体制あるだろうし、逆にそのサービスを受けないとこっちも大変だから、まあそれはしょうがないのかな。最後までご覧いただきどうもありがとうございました。今日は2人で喋ってみましたが、1人でいいと思ったんだけど、うん、2人がよかった。何するっていうの？なんか盛りだくさんの夏休みでどうなることやら、9月を無事に迎えられるのかちょっと心配ですが、ひょっとしたら撮影で国内の海に行くかもしれない。あ、そうあの、ひょっとしたら何？天気次第です。天気次第引き続き車椅子ウォーカー頑張ってね、公開していきます。チャンネル登録といいねをよろしくお願いします。